ちは、坂井のりこです、こんにちは、今日は、東京オートサロン2018に呼んでいただきまして誠にありがとうございます。すごいたくさんのお客様ですね。すごい嬉しいな。今日もですね、今彼に入ってきた時にですね、やっぱり車好き、そういう方々がいっぱいいらっしゃるんだろうなっていうですね、エンジン音ですか、車のエンジン音がゴンゴンになってまして、なんか会場の熱気をこう全部は見てないんですけども感じながら入ってきました。私もですね、もうだいぶ前になりますが、ノリピーレーシングチームというのを実は持っていたことがありまして、水玉のピンクの水玉のですね、車を12時間も走らせていたんですけども、やはりね、今日は車好きの方が多いと思うので、あ、ちょっと覚えてるかもっていう方もいてくださるかななんてね。あと車の番組で車の紹介をしている草首さん、ちょっとこうちょっと首がこうちょっとみんなとこう運転してくださるレーサーの方がいるんですけど、まあその方がね、一緒に12時間耐久で乗ってくださって、私は乗ってないんですけど車に乗ってくださったりとかね、そういった思い出が、あります。でもですね、本当にこういろんな方に関わらせていただきまして、素敵な宝物というか永遠のね、記憶に残るような、時間を過ごさせていただいたななんて思います。そして私も、昨年度でデビューしまして、30周年を迎えました。長いですね。すいません、か会場の皆さんね、本当に私も裏で聞いてて、ドーンドーンドーンと音いいなとかね、たくさんのみんなで歌ってて楽しそうだなと思いながら、ちょっと一人で出てくるドキドキしておりましたが、まあ30年もですね、こういった歌を歌わせていただいております。続いての曲はですね、30周年を記念しまして、アルバムを出しました。その中で、一番新しい曲となっております、永遠の宝物、そして、トゥルース飛べない鳥、聴いてください。